明華駅は福島県山郡稲城町若宮にあった磐大急行電鉄の駅である。磐大急行電鉄の廃線に伴い1969年3月27日に廃駅となった。1937年、当地付近に東京電灯秋元発電所が建設されることとなり、その建設工事に際し、当鉄道が建設資材の輸送に使用されることとなった。 それを受けて、秋元発電所への専用郊外線が仮設されることとなり、本線との分岐点として、当駅が新設された。専用郊外線は発電所の完成に伴い1941年5月28日、限りで使用が終了となり、その後撤去され、当駅は旅客専用となった。正確な開業年月日は不詳であるが、 1937年12月16日に新設申請され、1938年4月4日、試行認可。当時は仮停留場、専用郊外線使用終了翌日の1941年5月29日、営業開始とあった。正式には、名家停留場であった。廃止時点で一線を有する地上駅であった。プラットフォームは存在せず、 乗客は地面から直接乗降した。転鉄機を持たない防線駅となっていた。無人駅となっていた。駅舎はないが、線路の西側に開放型で型流れ屋根の小さな待合所を有していた。待合所の駅名表には、未用家と記載されていた。周囲は畑であった。県道との間にガソリンスタンドが存在した。1996年時点では、 駅跡は消滅していた。その後、2007年5月時点では、駅跡地に、懐かしの沼尻軽便鉄道を訪ねてと記載され、駅の説明文と、現役時代の写真がついた、駅名標を模した案内板が建てられていた。2010年4月時点でも同様であった。当駅跡付近の線路跡は、2010年4月時点では、コンビニエンスストア裏での未舗装道路として、 再利用されていた。ありがとうございます。